この度は YouTube をご覧いただき誠にありがとうございます。この度私原田龍二が軽率な行動により始めた YouTube が登録者数2000人を超えましたことを感謝いたしたいと思います。常日頃から応援してくださるファンの皆様、このチャンネルを通じて私のことを知っていただいたファンの皆様、スポンサー並びに関係者の皆様に、この場をお借りして改めて感謝と喜びを伝えたいと思います。本当にありがとうございました。今回 YouTube の方で動画がアップされたわけですが、原田龍二の YouTube はご覧になられましたか？はい、もちろん拝見しました。どう感じましたか？想像以上にお風呂愛がにじみ出すぎて反省しております。動画で言っていたことは正しいですか？はい、すべてですか？はい。今回 YouTube を見てくれたファンの方に DM でメールを送りたくなるくらい嬉しいということなんですが、こういった思いは普段から感じていますか？はい、いいねボタンを押してくださったり、登録してくださったり、視聴してくださったり、それだけでも大変嬉しいんですけども、それに加えてリモート風呂いいですねとか、私も温泉に行きたくなりましたとか、そういうコメントをいただくというのは本当に嬉しく思います。もう感謝の気持ちしかないです。ありがとうございます。そういう思いがあるという方は複数人いるということでしょうか？はい。何人ぐらいいるんですか？今はっきりいるのは2000人以上いらっしゃいます。男女の関係になったというのは？男女の関係は当然ないんですが、男性も女性もそういう性別を超えて、今後もリモート混浴風呂していきたいと思っております。それは間違いない？間違いありません。原田さんは性欲は強いんですか？弱くはないですね。はい、性欲というよりも入浴です。今後原田龍二の YouTube を削除するご予定は？削除する予定はありません。今後も僕のお風呂愛を通じて音声の恩返しをこのチャンネルを通して表現していけたらなと思っております。本当にこのチャンネルをご覧いただいている皆様には感謝の気持ちしかないので、改めてお礼を言わせてください。ありがとうございました。今回奥様とお話しされましたか？はい。どのようなお話を？この YouTube を始めるにあたって裸になりすぎてごめんなさいというふうに伝えました。奥様は何とおっしゃっていましたか？裸龍二というのは語呂が悪すぎるねとは言ってましたね。そんな素敵な奥様がいるのに、どうして原田龍二の YouTube をやろうと思ってしまったのですか？やはり僕のお風呂への、温泉へのひたむきな愛というのをやはりいろんな方に伝えたいと思った次第です。もう抑えきれませんので、今後もじゃんじゃん溢れさせたいと思っております。離婚というお話は出ていませんか？出ていません。 YouTube をしてしまったのは今回が初めてですか？はい、初めてです。期間的には何年前から？今年の5月からですね。年頃のお子さんが2人いると思うんですけど、お子さんとは何かお話をされましたか？YouTube を始めるということを伝えましたら、じゃあ見るねというふうに言ってました。はい、楽しみに見てくれてるみたいです。今後お風呂への愛は抑えられそうですか？抑えられそうにありません。今後も裸一貫で頑張るということでしょうか？そうですね。何回も
お伝えしていますけれども、やはり僕の使命はお風呂、そして温泉への恩返しだと思っているので、その気持ちをこのチャンネルを通じて、皆様に楽しんでいただけるようないろんな企画を表現して、皆様と共に日本の文化ともいえる温泉、しっかりと正面から向き合っていきたいと思っております。よろしくお願いします。花田さんにとって裸とは？礼儀だと思っています。このチャンネルを見てくれる視聴者の皆様に、僕の礼儀として裸になり温泉愛をお伝えしていけたらと思っております。花田さんにとってお風呂とは一言でお願いします。リセットです。毎回自分の精神を振り出しに戻してリセットをして、毎回新たな気持ちで皆様に向き合いたいという、そういう思いでおります。最後にこのチャンネルを見ていただいている視聴者の皆さんに一言お願いします。本日はお忙しい中この YouTube をご覧いただき誠にありがとうございました。今後とも引き続きよろしくお願いいたします。賛否両論あると思いますが、この度の緊急記者会見いかがでしたでしょうか。皆様からのご感想は随時コメント欄にて募集いたします。お寄せください。お待ちしております。それではいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。それでは See you again。